こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは。どうも、平野ひかるです。すいません、急に始めちゃって。こんにちは。どうも。ずっとこんにちはしか言ってない。休憩中。いや、今日はね、一応もう終わったんです、レッスンは。だからご飯食べて、まあちょっと練習しようかねっていう。こんにちは。こんにちは、たま。スイーツが食べたい。いや、もうスイーツっていうかさ、炭水化物が食べたいよね。ギフトありがとうございます。炭水化物、りょうてんちゃんとやんちゃん、まあ、ね、それぞれありますから、レッスン。そう、私はあの違うので、はいね、全員が全部一緒なわけではないので。ギフトありがとうございます。焼きそば、うーん、いや、ご飯とかパスタかな。ギフトありがとうございます。太らないよ、別に。炭水化物食べたからって太らない。動いてるもん。まあ、もうお昼食べたから食べないけどさ。こんにちは。ギフトありがとうございます。ね、私炭水化物大好き人間だから、炭水化物、肉、魚、甘いもの大好き人間なので、いや、まあね、欲のまま食べてたら本当に太るんですけど。眠い。なんで眠いんだろう、こんなに。いや、理由は分かっているんだ。分かっているんだけれどもね。眠いよね。本当にお菓子大好き。お菓子、スイーツ、菓子パン大好き。こんにちは、ヤッホー。甘と、まあまあ甘いもの大好きですね。そう、まあ普段はね、気をつけてあんまり取らないように
かしてるんですけど。ギフトありがとうございます。たまに食べます、スイーツとかお菓子とか。もうどうしても食べたいってなった時は食べます。そうで、割とねお菓子は買うんですよ。すぐには食べないけど。こんにちは。こんにちは。てかね、なんだろうな、お菓子だと何好きかな。まあ、ポテチは好きだし、最近はねチョコ系も食べたりするかな。たまに、いつもはチョコ単体のものってあまり食べなかったんだけど、チョコ食べたりもするし、クッキーも好きだし、ケーキとか生クリームとかね好きだしね。チョコパイも好きだよ、大好き。休憩中？いや今日は一応もう私は終わったんです。終わったんだけど練習しようかなと思って、とりあえずご飯食べてお腹いっぱいなのでショールームをしようと思いショールームを始めました。ブラックサンダーも好き、美味しいよねあれね。なんかクッキーにチョココーティングしたりやつが最強。そんなに長くしない感じ。なんか1時間半くらいできたらいいなと思ってるんですけど、いや本当に私はもうあと帰っても大丈夫なので、そうあとはもう帰っても大丈夫なんですけど、私がねいろいろ不安があるから残りたいっていうだけなので、そう別に大丈夫。そう、横になってから太るもん。食べた後に横になるのは本当に良くない、脂肪になるんだよ。だから私は基本的に3時間は横にはならない、食べてからね。だから夜ご飯食べる時間とかもなるべく早めに設定して、まあ6時前になるべく食べれるようにして、そうやってる。まあ必ずしもそうとは言えないけど、もちろんねもうどうしても眠いとか、もうどうしてもねもうね体調悪いよとか、もうそういうねブルーな日もありますから、そういう日はねまあまあまあもう今日はいいだろうと思って寝ます。こんにちは。きのこの山、たけのこの里、たけのこの里派かな。なんか絶対、なんか絶対きのこが、いや、たけのこがいいとか、なんかそう、そういうわけでもないし、なんかなぜたけのこが好きなのかは分かんないけど、たけのこが好きです。めっちゃ食べてすぐ横になってる？いやでもまあ人それぞれですから、そう気にしすぎるのも良くないですよ。そう自分のね好きなようにしてればいいよ。それが一番、ストレスためない、それが一番よ。そう私はね結構気にしいなので、そういうところも含め全部気にしいなので、そう気にしちゃうんですけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そうでも割と日川頑張って3時間、まあ昼間とかだと3時間だけど、もう本当に眠すぎてやばいとかだと2時間とかで寝ちゃう。もうゴロゴロしたいっていう、そう食う寝る遊ぶどれが好き？食う。即答食う。なんかねヒカの生きがいはね食べることだと思うんだ。本当にでもそのくらい食べるの大好き。なんか食べるってことをしなくなったら私はなんか生きていけない気がする。これからご飯食べちゃダメですとか、まあ断食とか短期間食べ、あんまり食べないでねとかだと
大丈夫だけど、そう、なんかもうずっと永遠になんかご飯食べちゃダメとか、まあなんかもう、まあなるとは思わないけど、そのご飯食べなくてもなんかその栄養取れるよみたいな、もうそう、まあ今だと、まあ、サプリとかもありますけど、そういう風になったら私はもう生きていけないと思う。こんにちは。うん、まあ寝ると遊ぶも好きですよ。遊んだら楽しいし、でも遊ぶの中に結局食うが入ってくるんです。わかりますか？ご飯行くんです。でプラスなんかまあお洋服見たりとかなんで、結局食うが入ってくるんですよね。まあ寝るのも大切、私はね寝るの大好き。もうなんかね、すぐ眠たくなっちゃう人なので、ご飯食べるとね眠たくなっちゃう子供体質なので、そう食べること大好き。食べなきゃ生きていけない。こんにちは。ねえ、今この世界ってさ、美味しいものに溢れてるよね。次々と美味しいものが出てくる。またカレンちゃんとご飯行きたいな。いや、カレンちゃんとはねめちゃめちゃ食の好みが合うんですよ。そう、すっごい食の好みが合う。割と何でも。こんにちは。いや、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。すごい金メダルだ、かわいい金メダル。キュウリ、あ、キュウリはね好きですよ。普通にキュウリ大好き。あれ、カレンちゃんキュウリ苦手なの？あ、じゃあそこは合わないね。でもさ、キュウリ単体で食べに行くことってないから大丈夫。多分大丈夫。あ、ありがとうございます、ギフト。こんにちは。そう、キュウリは普通に好き。あ、でもね、たまにね、ずっと食べてるとね、青臭さが苦手になる。そう。そう、なんか一時期、なんかわかんないけど、なぜかキュウリをね、一本食べてたんですよ。まあ、マヨ醤油つけたり、なんかまあいろいろして食べてたんで、塩つけたりして、だんだんね、なんか青臭く感じてきて。そう、漬物とかなら全然大丈夫なんだけどね。こんにちは。明太子は好きだよ、大好き。明太子たらこ大好きです。いいよね。こんにちは。すごいお腹鳴るじゃん。ご飯食べたからね、お腹がねすごい消化を始めてるの今。
こんにちは。ギフトありがとうございます。お昼はサバの塩焼き食べて、あーいいね、素敵、美味しいよね。焼き魚大好き、ホッケとかも好きだし、鮭はね言わずもがな、ブリも好きね。え、魚ってなんであんなに美味しいんだろうね。こんにちは、ギフトありがとうございます。最近ハマってるゲームとかアニメある？アニメはね、裏道お兄さんっていうアニメが最近ハマってます。まあコメディですね、すっごいコメディです。そう、私は好きでしたね。見てみてください。ゲームはねしてないなしてないね。あ、こんにちは。ヒカが好きだって。ヒカも好きギフトありがとうございます。こんにちは。刺身食べれないんですよね。あ、でもいますよね、お寿司とか、なんかそのお刺身。そう、なんかヒカの友達でも結構いました。お寿司屋さん行くけど卵とかしか食べれないみたいな。そう、でもなんかお寿司屋さん行くのは好きだそう、いう子はねいましたよ結構。なんか生もの苦手な人って結構いますよね。ヒカはね大好きなんですけど、ちょっとレアなお肉とか、そうステーキねとか、まあ刺身とか大好き。ギフトありがとうございます。美味しいんだもん。ギフトありがとうございます。こんにちは。タタ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 。そう、牛カツ、牛カツ食べたい。ちょっとカレンちゃん今度誘おう今度誘おう。あ、来た、おいでおいでおいで、やっと来た。あ、そう、元村の。でもね、この前ね、あのファンの方にここも美味しいよって教えてもらったから、そこにも行きたくて。私はお昼ご飯食べた、ちゃんこ鍋、セブンのちゃんこ鍋を食べました。誰今登場するから待ってて。疲れ切ってる。え、いや全然、本当に疲れてるわけじゃないの。多分ね、照明とかの具合かな。そう、目が死んでるように見えるよね。大丈夫、生きてる。京都かつぎ、ううん、違う。そう、違うんだけど教えてもらったんです。リンマオさん、こんにちは。誰かな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 、来ないかな。今ね、お茶かなんか水買ってくるって言って行っちゃった。こんにちは。遅くないあれ遅くない。そう、後で乱入するねって言われてたの。そう言われてたんだけど、来ましたよ。だから乱入に、あ、来た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 。いらっしゃいませ。なんで？なんて？怪我したところを自分で打ちまった。え、そっち行っていい？あ、そっち行っていいよ。こんにちは。皆さんこんにちは。いや、まあね、大体予想ついてたと思います皆さん。あ、
もう私が最近ショールームするとき絶対光る。確かに大体一緒にいるもんね。うん、スケジュールは一緒ですね。チョコスコーン買ってきた。コンビニで買わなかったのに。そう、なんかさご飯いっぱいあるからいいやと思ってたけど足りなかった。甘いもの、ハツカが横でチョコレートを食べてて、さっきハッツね、多分お菓子欲してたんだと思うよ。ヒカノのお菓子見てね、うん、これ誰のヒカノです。これ使っていい？いいよ。はい、吉田カレンさんです。最近ずっと一緒にいるから。え、またかいって思われ。コメント出てないし。うん、あ、本当だ。たまにあるよね。ある。こんにちは。いる？いらない。お気持ちだけ受け取っときます。どうも。ね、今度さ牛カツ食べに行こう。いいね。牛カツ食べたことない。食べたことない。美味しいよ。絶対いいね。でもカウンターのお店なんだよね、ひか知ってるの。でもね、ひかね、カウンターの方が好き。一人で行きやすい。あね、行こうよ。行こう。すごい。牛カツと、あとじゃあなんか好きなカレンちゃんのスイーツでも、うん、なんかいつもそうじゃない？だいたいどっちかなんかスイーツとご飯食べに行って、うん、でどっちか一つずつお互いにちょっと決めてる気がする。うんうん、こんにちは。すねが痛い。はじめます。何も言ってない。ゲリラ配信。いいじゃん。毎回そう。いつ行くんやねんってやつやな。いや、そんなことないよね、最近ね。割とね、行こうって言ったらね、即計画立てたりするよね。うん、うんうん。隣はガレンちゃんです。おいしい。よかった。なんかコメント出てないよ。やっほーい。ちょっと今さ、チョコスコーン食べてたんだよね。ちょっと聞いて。そう、今日言わなきゃと思ってたんだ。ね、聞いて。お祝いして。そしてん、何、私の愛犬桃太郎が6歳のお誕生日です。イエーイ。そうだ。え、今日何日？25か。そう、25日。昨日の夜に、うん、今日だと思ったら、あ、24日だ、違うわと思って、うん、明日発表するねって。桃太郎くん。そう、桃太郎くん、おめでとう。イエーイ、おめでとう。いや、マジ本当に可愛い。愛してる。どっち、黒？うん、茶色い方。茶色い方か。マジ本当に愛してる、ラブ。おめでとう。世界一可愛いから。何歳？6歳か。大きくなっちゃって、家に来た時0歳だったの。すごい。2ヶ月半くらいかな。うわ、なったのが大きくなっちゃって、もう可愛いの。おめでたいですね、それ。本当に、おめでとう。家に来てくれてありがとう。ね、本当に。チョコスコーン食べてた。ちっちゃいミニチョコスコーン。マジ世界一の王子様だから。本にいるときにだって帰れないんだもん、しばらく。ね、実際にお祝いしたかったね。そう、なんか割と仕事入っちゃうんだよね。こういうタイミング結構。うん、でなんかひかだけ動画送られてくるみたいな、ご飯食べてるところ。ひかるちゃんも子離れできんな。一生できません。いや。うん、おめでとう。だから本当に大きくなって、い甘いものが食べたくてか、涙出てきそうだわ。本当にちょっとね、テレビ電話今つなげれないの。新しい携帯でやってるから。これ意味ある？多分ないんじゃないかな。使っていい？いいよ。
ケーキとかあげるの？いや、ケーキっていうより普通に好きなものあげてますね。ね、なんか今日どうすっぴん、野菜とささみとのやつと、おやつ系ではさつまいもになんかそのミルク、あの犬用のね、あのミルク混ぜたやつとか空いてます。結構空いてて、こんにちは、だから割と長い時間できるかも。マジめでたい。こういうね、できる時にいっぱいできてから、ね、ピカのはバターだった。やったー、イエス。黒を着てると髪がすごい明るく見える。本当ですか？なんでそんな顔明るく映るの？うん、暗くない？ピカのだって深い、なんか目死んでるんだけど。いや、暗い、あの位置があれなんじゃない？それが携帯低いってこと？無理だよ、ありがとう。かわいい、そんなのあったっけ。こんにちは。平気するように見えない。そう、お顔は多分まだねあれなんだけど、あ、しかもなんか下地みたいなと、あ、日焼け UV カット下地みたいなのでちょっとトーンアップされてるかも。腕とかがでもちょっとなんかメンバーとかと並んでると黒ってなっちゃいました。やっぱここは日に当たるからね。お顔は帽子かぶったり、カラカラしたり、体側、あ、でもここあんまりキラキラしないわ。手とか足が少しだけどうしてもやってたやだ、どうしたらいいですか？劇場でももえって書いたらプレゼント届きますか？ももちゃんへ届くかなあの、もも太郎さんではなくて大西ももかさんに届くんではないでしょうか。それは確かに絶対そうだよね。ほんとね、それはあれだね。だから、うん、あの、ひかにひかるん宛てももえっていう。今日日曜日かね私はお昼ご飯食べて隣でチョコレートを、こんにちは、持っていた20日に営業されてチョコチップスコーン。ワンちゃんそれもありです。ありじゃないよ、ももちゃん不思議な顔するよ。はてなってなるよ。このチョコチップスコーン分のカロリーをダンスで消費したいです。無理だけどこれ何キロカロリーだろう。500くらいありそう。あ、293。あ、意外と少ない。少ない、意外と。なんかがっつり小麦粉とか使ってるじゃん。ね。スコーンって。それな。だからもっと高いと思ってた。300って どのくらいで消費されるんだ。300？なんかどっかで見たのはランニング1時間で200キロカロリー。結構されるんだ。ランニング1時間。じゃ1。え、ランニングとダンスってどうなんだろうね。うん、1時間ダンスして、じゃあ2曲すればもう300確実に。いや無理だろ無理かな2曲は無理じゃない。え、2曲を、うん、なんか何回するとかなら、あ、確かに、うん、いけそうじゃない。いけるけど、じゃあ2曲分です。いや、いける、絶対いける、何回も踊るじゃん。いや、え、先生によるまあ確かにそれはある。レモハも1時間。大阪のお店の試合見てる。あ、今会ってるんだ。私オリンピックね、なんか卓球ちょっとくらいしかまだ全然見れてなくて。全然見てない。ちょこちょこなんかニュースとかでこのスポーツありましたよとか、ね、え、そう、なんかね、 LINE ニュースとかでさ、なんか出るじゃん、速報、なんか誰々が1位だったとか、ちょっと予選敗却、いや、感じちゃった、うん、返しちゃったよとかあるじゃん、うん、そういうのしか見てないんだけど。そうそう、ちゃんとだから見てない。大阪のお店って、野球も見たい。競泳で金メダル取ったんだって。うん、2個目。だって1個目確かなんか柔道か、あ、柔道取ってらっしゃった。あ、金メダルだ、ありがとうございます。イエイ、金メダルもらった。うわ、3個目いい、何3個目ここに現る。いや、さっきもね、たくさんくれたから。あ、ほんと金メダルとかの、え、かわいい、オリンピックの時期だからかな。そう、だから多分その そういう頑張れも、あ、オリンピックの時じゃない。なるほどね。あ、卓球ね、すごかったです。ネモハもあのループでやったら痩せれるって。うん、確かに頑張れ、やりたいんでしょ。キリカコ選手がの
インタビュー感動します。エヒカね、河合選手、柔道、あれ柔道だっけ、違うレスリングだ、あれレスリングだっけ、じゃレスリングで合ってるわ、え合ってるっけのね、河合選手が気になるの、あの石川の方なの。うん、そう、昼から暇な、まあ一応私はもうとりあえず今日の予定は終了しました。そうなんだけど、なんかもうそれだけじゃちょっとやばいのでいろいろね追われてるよねみんなねそうちょっとみんな汗汗練習してます。そういえばミクチャアイドルフェスさん1週間後ぐらいですね。そうです、私はなんだっけ六本木アイドルフェス、同じユニア、私はまだありますです。こんにちは。でも間が結構空いててやんなきゃいけないかもしれません。今日はね、ラッシュアルムが久々できるからやってやりますよね。ちょっと長めにね頑張ろう、うん、やって嬉しい、楽しい、ショールーム大好きだからこうやってコンテンツも嬉しいですよ。いや何を振り起こしたらいいんだろう、もう、ね、常にねそれが頭の中にある、ね、偉いよ。でもそうやってちゃんと考えて、え違うんだよ本当に、悲惨な映像を残したくないから分かる、まあ、踊れてないこいつみたいな感じの映像を残したくないわけ。なんか昔の映像見てたら結構すごいんですよ私。そんな映像はもう一生残したくない。外れちゃった、またあるといい、イベントね、またいろいろあるといいけどね、いっぱい出たいです。今夜は男子のサッカー、あサッカー、この前さしばらさんでも話してたけどサッカー気になります。あれはあれでいい映像、全然良くない、本当に良くない、めちゃめちゃ見たい。てかなんかそのそれを見て起こす人もいるわけなのよ映像ね。そう、まあ、映像がね違うやつ持ってきたりもするけど、それでもしこれで振り起こししてくださいって渡された時に踊れてない人の位置の人は入ってなるんだよ。そうダメなんです、恥ずかしいの永遠に残るから。明日の公演でさ、明日公演でさ全然知らなくてというか全然頭になくて、さっきメンバーが話しててあれ私明日公演とか思って見たら劇場公演でした、しかも 2回公演でしたね。まさか、頑張ってください。全然準備してなかった、心の準備、頑張ります。こんにちはやばい、あれと思って明日公演じゃんと思いました。待ってめちゃちょっと食べてるんだけど、とわらん、おいしい。こんにちは、すごい痛い。ルーナン食べた、ちゃんこ鍋食べた。でもね、多分ちゃんこ鍋だけですぐお腹空くんだろうなって思ってる。お鍋、さっき鍋っぽいの食べてなかった。そうそうそう、だからちゃんこ鍋だって、あね、めっちゃいい匂いだった。お鍋も食べに行こうね。うん、なんか夏だからこそお鍋食べたくなる、飲まない？なんで？ね、平日なのに別に祝日とかじゃないの？明日2回公演、ね、あ、違う、夏休みだからだよ。あー、なるほどね、そっか、もう席は夏休みか、ね、もうなんかね、わかんないよね、いつみたいな。スケジュール全然把握してなかった。もう最近全然把握してるんです。前日に、あ、明日はこれかみたいな感じ。え、でも分かる。なんかとりあえず前々から頑張って振り起こしとかするけど、前日になって、あ、今日はこれなんだ。うんうん。もう多すぎて。そう、ちょっと把握できない。しかもね、未だにちょっとね、瀬取りがまだ把握できていない私は。うん。これ言っちゃあれだけどさ。なんかさ。楽しみ。そう、楽しみなんだけど、キューティーファクシーあるやん、うん、あのリハ的の順番的にはバラバラじゃん、上からやっていくわけじゃないから、うん、混ざっちゃって混ざる、あれ、あれどれがファクシーの曲やん、そう全然分かってない、リフトありがとうございますっていうね、頭の中でねパニックが起こってるんです。
え、なんか本当にね、なんか久しぶりにこんなね、なんか頭使ってるんだよ。これをなんか本当にいろいろなんか忙しいなっていうのが久々に戻ってきた。うん、楽しいね。うん、夏最高。リフトありがとうございます。あれかわいい。何これ。ねえ、このギフト可愛くない？これ何のギフト？何それ？クマ？クマっぽいハート。ハート可愛い、ありがとうございます。え、やんなら踊れるよ絶対。分からんよ。目隠しで？うん。踊れるかな、ヒカ。なんかね、感覚がないからさ。逆に彼は感覚でしか踊ってないよ。ヒカちゃんと番号覚えるもん。新体操猫？かわいい、猫なんだって。クマに見えた、うん、あ、メダルもありがとうございます。ヒカ何個目のメダルかな今日。30個くらいもらったかな。うわ、もう立派やん、ね、金メダル選手。ギフトありがとうございます。こんにちは。うん、喉乾いてる気がする。あ、ゲストありがとうございますね。ね、ちょっとさ、ヒカのルームつないでて。うん、任せろ。ちょっと何も出てくるわ。やばい、ヒカのルームを託されてしまった。皆さん何してらっしゃいましたか。日曜日のお昼だけど。そう、私今さ、いや汗よとか言ってたんですよ。言ってるナウなんですよ。なのにスコーンを食べてる。チョコチップスコーン。でもなんか夜を食べないとかにしてます。夜18時以降食べないのめっちゃいいよみたいな。あ、お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 、びっくりした。どこにいるんだろうって思って。ヒカのとカレーの。これを配信中なの？ヒカの。うん。今飲み物買いった。あ、そういうことか。おお、救世主が。ヒカルンです。ヒカルンです。だいぶ見た目が変わってきた。不思議じゃん。ヒカルンです。ちょっと前髪が。すごい冷静なんだけど。ん？うん、違うね。冷静だな。顔見ちゃう。18時。あ、でも全然いける。最初はうんと思ったけど。あ、今日はレッスンをねしてました。レッスン運動、ヒカル筋トレしてるんで。え、ちょっと痩せる。ヒカルはだから午前中は好きなもの食べてる。私は今日レッスンしてて、そんなことないですよ。ひーちゃんがやってるよね。あ、そうなの。じゃあひーちゃんと一緒なら信頼できるな。ヒカルンが。ヒカルンです。ヒカルンのモノマネ難しいな。え、ほんとに難しいな。ヒカルン難しいな。そんなことないですよ。あ、違う、違うな。まあ、やめてよ。難しいな、ヒカルンは。ヒカルン難しいな。あ、帰ってきた。ごめんね、ありがとう。よいしょ。やばい、眠すぎて。私今日ギフトありがとうございます。昨日寝たのが12時くらいにね。え、割と帰ってきたのは11時。え、何時に帰ってきたか遅かったんですけど、あ、いや帰ってきたの同じだった、まあ、まあ遅かったんですけど、やばい、お風呂って12時くらい、12時過ぎと思って、いや、お風呂って入って、急いでかなりきつね目に急いで寝る準備して、聞くに寝たのが2時前とかなんですけど、そう今日は割と朝からだったので、本当に戻りました。おいでよ、映らない。5時、いや6時、すごいよ。6時くらいに起きようと思って、6時半くらいに久しぶりに完全に起きました。
うん、だからめっちゃ眠いです。でもなんかもう慣れすぎて、なんかさ夜さ寝るのが毎日遅いから12時前までに寝れなくなっちゃいました。どんだけ疲れてて夜中にしか寝れない。どんまい日かね、早いから早いよね。いや違うの、もうね朝が早いからこそ早く寝ないと、うん、あの睡眠時間削られるのよ。いやそうなの、ね、めちゃめちゃ、うん、遅寝早起きになっちゃう。いやそうだよね、この体調崩しやすい時期だしいっぱい寝ないと辛い。そうだよ、昨日私は3時に寝たよ。やば、ね、ほんそう東京行かなきゃな。寝てる時にそうこうレッスン中とかはぁってなる、意識飛びそうになる。でも逆にもう時間経つと逆に目覚めるけど元気元気踊っててもう頭回んないとね。頭パンクしそうでしょ。うん、うん、そうね。あギフトありがとうございます。そうね、ギフトありがとうございます。ゆうひかマジで本当に頭パンクするアイドルフェスが上がるね。12時までには10時過ぎには布団に入れない、うん、まだ覚えてない1個も。どうしたらさって寝れるか、悟り言っちゃいそうになっちゃうこれ覚えたそのあれ難しいんだよねみたいなあれ難しいよな。グループこれだ。こんにちは、本当にこれねえ、ね、嘘でしょ、開いといてよ。歌われはあるから大丈夫これ、ね、これはいけるし。でもこれはね映像と立ち位置がね全然違った。なんだそれ。これでもいけるでしょ。あ、これも全然大丈夫だった。食べ方面白い。これはいけるでしょ。ね。うん、あなんかね人数少なかったからねちょっと勝手が違った。でも恥ずかしい。これなんだけど。海行きたい。頑張って。無理じゃない。なんで私にした。え、これだよ、これ。これだよな。これがやばい。これなんだよな。てか台風来てるよね。想定速度と優越感は難しいよね、だって。あれそんな難しくないよ。明日くらいから天気荒れるみたいな。なんかね、あれだよ。ここがね、なんかちょっとわかんないのくらい。東京って台風の日が来る？これはね、簡単。割と。怖いな。かね、ひなこにちょっとだけ手とか教えてみた。家とかにいたらさ。これね、映像入ってなかった。ネヒタありがとうございます。必要とかよ。これはね、ひかもあ、これも一回やったな。こう、ブルブルブルで。曲を言おうとした。いやいやいや、あそこでやったなと思って。それも言っちゃダメだね。関東か。バレそう、ワンちゃん。バレないだろうけど。直撃。だから問題は、本当に、マジでなんかね早くて、うん、またさ食べたら眠くなるぞ。戻らんと何する、ね、習ったやつさ、うん、後で一緒にやらない。もう覚えてない。え、そうだから思い返さなきゃいけないんだよ投資リハの前に詰まってるから、その前がいろいろ練習するタイミング。でも空き時間多いよね今回結構。いや、うん、ちょっとね、まだ多分発表されてないんだけど。ん？言えないわ多分聞こえちゃうからね、寝たいけど眠いから。でもそしたら夜眠れんくなるから頑張って。ああなんかえ何？え、これじゃないの？それもだし。あとこれも？うん。やばいの。あれ前出てなかった。なんか面白い話してください。チームフォー、チームフォーは久しぶりの。4ヶ月ぶり。なんかいい話題ない。でもね、4ヶ月経ったら意外との立ち位置とか覚えてないのよ。ねえ、これはもう完全に。需要欲しい？うん。あ、うん、マジか。ね、もうすぐさ誕生日だからさ、いろんな人に誕生日プレゼントをお願いしないと。何が欲しい？何が欲しい？
何かな。うん、ご飯おごろうか。あ、素敵なんか大人。じゃあでも今ジョジョで。いややめてやめて、待って待って。大打撃。ジョジョ園。ジョジョ園。お願いします。いや行ってもいいけど、君も来るんだよ。カレンちゃんの分は割り勘だよ。こっち全然いいよ。全然いいよ。ジョジョ行ったことないな。しかも行ったことない。お弁当だけだよね。うん。一回だけランチ行った。もうめっちゃ美味しかった。高い？ランチは？なんか高って感じじゃなかったけど。ランチはね、確か、うん、多分まだリーズナブルな方。じゃあ夜お願いします。リーズナブルな方にしといて。でも美味しかった。トラジだっけ？トラジも美味しかった。へー。でもトラジもね、結構いいお値段する。なんかネギシ好き、そういろんな人に呼んでたりして、牛タン、牛タン、え、いいね、美味しいよね、私も美味しいものが多くて、最近ね、肉が食べたいんだ、私は、あ、欲しいものしかない、中肉食べたくて、焼き肉行きたいな、え、そう、でもさ、なんかこっち基本ないけど、基本物欲が全くない、なんかまあこういう状況っていうのもあるし、こっちで焼き肉屋ってどこっていう、いっぱい、いまいち分かんなくて、友達とかです。いろんな人に、確かにヒカルの彼氏です。アピールしていこうと思います。どうも。彼氏できちゃった。ごめん。ごめんね。茶番が。ごめんね。どう。ヒカルとお付き合いして、ヒカルとお付き合いしてますって挨拶してくる人嫌じゃない。ヒカルと付き合いしてます。やば。平野さん、ヒカルさんと。いや、下の名前ね。平野さんだったら。親も平野さんだから光さんだよね。そうね、うん、真剣に考えてる。あら、ごめん、歌さつするって何、本当だ、宇多田ヒカル、あ、本当だ、名前一緒じゃん。芸能人、有名人になれるよ、宇多田ヒカルになるから。あ、本当だ。私の名字あげる。でも宇多田ってあんまりない名字だよね。あんま見ないね。と親に何をねだろうかな。でもなんかすごい素敵な名前だと思う。一番高いですね。腕時計。だから結婚しよう。名字欲しいから。いやば。バッグも欲しいし。欲しいバッグもあるんですよ。洋服も欲しい。うん。ね。え、お洋服欲しいよね。履いてるものめっちゃある。お洋服と。サンダルと日傘も私なくしたから。いっしょー、マジ電話したのいなかったから。じゃあみんなで行こう。行こうね。どこなんだよ。ちょっと日傘ってどこが安くて可愛い？可愛い。可愛さはいい。日傘って100%とかあるらしいからね。100% じゃないと困る。100% じゃないの。だいたい 99.9 とか 90%。あ、大丈夫大丈夫、それなら大丈夫。100% があるんだよ、でもパッシリ。そう、アップローチ欲しいんですよ。え、わかる、わかる、うん、ずっと欲しくて、なんか走る時に分数をパッて見たかったの、うん、でも携帯持つとめっちゃ重いじゃん。そうどこに入れようみたいな。ごめんね、持ってるんだけどさ、一応持ってるっていうか、なんかまあお兄ちゃんが使ってたのを借りたりしてるんだけど、うん、いや別にね、すぐ使わなくなるよ。お父さんが着るのね、アップルウォッチの偽物みたいなやつ2000円で買ってたよ。でもね、使ってたよ普通に。なんかこれはなんかなんちゃらこんちゃらも分かるしみたいなこと言ってた。なんかなんか運動する人とかにしたらいいかもしれないけど、ダンスの時とかつけときたい。ひっちゃんつけてなかった。ひっちゃんつけてる、ね、あとラインパパって見れるよね、こうやって。それはね、なんか物によるね。あ、そうだね、なんか高かったら見れる。そう、ひかのはね、基本的に音楽聴いて、まあ時間とかカロリーとか出してくれて、他にも多分ヒカがあの理解してないだけできるんだろうけど。なるほどね。サンダル欲しいな、サンダル。あと今ジーパン欲しい、ジーパン。めっちゃ欲しいじゃん。いや、今欲しいものいっぱいあるの。え、でもジーパンはいいよね。ヒカもね、最近ジーパン好き。あとレッスン着欲しい。なんかいつもレッスン着言ってない。え、そうなの。でも色んなの持ってるよね。緑のズボンとか結構履いてたじゃん。今から持ってって言ってほどないよ。今度 お洋服買いに行こうって話してるから一緒に行こう、うん、行きたい。東京さ、わからないからどこ行けばいいかわかんねえんだけど。田舎も、いや割と都会人やろ。確かにそう、一番なんなら都会じゃないっていう。まことね、俺わかんねえ。東京さわかんねえから、ま、
ったかった。でも確かにどこがいいんだろうね。だからさ、どういうもの、原宿とかだとさ一番わかりやすいじゃん。服とかは。原宿ね、いつも何も買わない。でもわかる。しかもね、見に行くだけ見に行く。割となんか見て可愛いなと思いつつ過ぎ去っていくっていう。そうなんだよね。買わないで買えるんだよ。109とかさ、全然買わなんか好みの店があんまない。いつも何も買わずに帰っちゃう。なんか可愛いって思っても超高い。いそう。だからどういうのを求めてるかじゃない。なんかさ、そういうブランドの服が欲しいのか、もう安くてたくさん欲しいのか。そう。でもなんかジーパンとかって正直高いとか安いとかわからないんだけど、デザイン似てるのバッグで。うん、なんか最近ね、やっぱ普通の日かのいつも知ってる服屋さんで買う、地元の。地元しか立たん。地元しか立たん。オース万歳。知らないよね、オース。オース知らないよね。知らん。いやだね。地元。地元ではないけど、私の愛知。愛知のね、なんか商店街。知らない。東京の原宿とアメ横混ぜたみたいな感じ。いいじゃん。うん、楽しそうじゃん。なんか古着屋さんっていうか、そういう服屋さんいっぱいある。へえ。そう。なんかそれ109とか行くとさ、ブランドの服ばっかでさ、高くなるよね。そうなんだよね。全部が7000円、8000円、1万円。そう、1枚でそんなにしちゃうから、3枚とか買ったらさ、軽く2万超える。なんか欲しい服があって買うならいいんだけど、数が欲しい時には向いてなくない？うん。なんかそういう時ね、GU とか行く。GU のセールとか見たりする。あ、GU、 でも GU とか最近すごいすごいよね。すごいね。めちゃめちゃすごい。なんかコスパって大切だよね。そうなんだよね。うん。ドッドッドッド。雨降るお酒飲むの好き。まだ飲めないもん。そうなんだよ。でもあと1年だから。友達には飲むと飲むから。早いな。もう1年もないしね。あれ、なんか前直でお誕生日おめでとうって言った。呪術回戦のダナミンの、あってないもん。だってないおめでとう。ありがとう。あ、ギフトありがとうございます。え、何欲しい誕生日プレゼント。まあ、じゃあまた叙々苑とか言わないでよ。叙々苑のランチ行った後に、アニメのキャラのグッズを買ったことがないんですけど、なんかじゃあ今度一緒に選ぼう。また見るんですよ、ネットとかで。そんな、なんかさ、結局さ、やっぱ一緒に買いに行ってこれがいいって選んでもらった方がさ、どっち、まあなんかプレゼント感はないかもしれないけど、欲しいものも、あの、もらえて、こっちもなんか欲しいものをあげられてっていう。買いましたって、おめでとうございます。いいと思うんだよな、そっちの方が。そうね。ギフトありがとうございます。タラタタタ。何の拍手？おめでとうございます。あの、誕生日だって。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。家の桃太郎と一緒だよ。あ、そう。愛犬と一緒。私の愛する愛犬と一緒。今日は何月ですか？7月の25。25か。タラタタタ。アニメイト。こんにちは。行ってみたい。アニメイト楽しいよ普通に。え、ちょっとこういう人と一緒に行ってみたい。こういう人ってどういう人？詳しい人。一人じゃ絶対まだ行けん。アニメイトはね、割と普通に行く。今度一緒に行こうよ。行こう。何欲しいの？え、なんか欲しい。なんか欲しい。なんか好きなアニメとかないの？あるある。あるの？呪術廻戦とかハマってたもん。ああ、実はあるね。アニメだけ見たいな、アニメだけ。ありがとうございます。ちゃんと、なんか詳しいというか、ガチの人。でも最近ね、それを言うほど行かなくなった。昔はね、しょっちゅう行ってたけど。すごい。すごい。うん。いいね。ね、どこだっけ一番でかいとこ。池袋だっけ本店あるの。池袋行ったことない。一番でかい、なんかビル7階とかまであったはず。7階8階なんかそんなに結構あったはず。はつかのキャップと T シャツをお揃いだって言った人がいる。たのコンバースだったっけ。うん、コンバースって書いてある。買いました。これは3000円でした。何帽子？あ、キュルって言った。お、多分 T シャツに1万円かけれない。え、わかるよわかるよ、ね、大金持ちとかじゃないからさ。そうなんだよ。7000円もきついかなと思っちゃう。え、なんか5000円、まあ、5000円だとちょっと考える。そう、5000円でやっぱり好きだったら買うかも。で、2000円だったら、お、安いかな、うん、うん、って買う。そう、気に入ってた。高いんだよ。
どこも返しかも。うん。最近ね、もりもりご飯食べたからもりもり太った。この東京滞在の間にも痩せようかなと思って。いやでもね、この子もね、カレンちゃんと一緒で痩せようかなって言って。うん、でも1回は 4キロ痩せたの、ハツコ。なんで？え、なんか朝夜ご飯食べる時間が早くて、別にすんごい痩せようと思って早くしたわけじゃないんだけど、早く寝たいみたいな感じで早く食べてたの、6時前とかに、うん、そしたらめっちゃ痩せたよ1回、うん、ギフトありがとうございます。え、6時前いいんだよ本当に。でほぼほぼ何も食べないで寝たらマジで痩せて、毎日痩せてった。お腹をね、なんか空っぽにして寝るとね。そう、でもそれから東京に長期滞在したら太って、今普通に太ってるの。太ってるって、太ってないけどね、わかんない。下半身ジムだからね、言ってるけど体重計とかを全く測らないから、パキ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 、痩せてるのかわからない。結構、ね、何日か、あ、まあたまにサボったこともあったけど、結構長く続けてるんですよ、6時以降は食べない今も。いや待って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 、たまにサボってるんだけど目撃してるから。劇場終わりに夜あのお菓子を、ね、ちょっと おつまみ食べたりでもおつまみ系っていう意識はしました。あまり、いや、イカ天じゃん、揚げてあるじゃん、油じゃん。まあそうなんだけど、いつも何の意識、あれもこれも食べるけど。いやでもね、痩せなくて大丈夫だよ、細いもん。痩せる痩せる感じ。すごい、なんか一大決心みたいに言うじゃん。この夏私は痩せます。大人言われたら健康に痩せます、あくまでちゃんとしっかりこうやって おやつもしっかり食べながら。ちょっとごめんね、あの突っ込ませていただいてもよろしいでしょうか。普通さ、うん、あのご飯をしっかり食べて3食、ね、バランスよく食べておやつを食べないっていうのが正しいんですよ。そうなんだよね。そうですよ、このチョコチップスコーン、いや小麦粉が大量に入ってるのが293キロ。だからなんかおやつに食べるとしたら、ナッツとか少量とか、カロリーちょっと高いからナッツを少量とか、あの何 70% 以上、あのカカオ 70% 以上のチョコ食べるとかするんだよ。真剣に聞いてる。顔脂質 11.7g。スコーンって結構カロリーありそう。そうね、思ったの。一番カロリー高そうなやつ選んでしまった。スコーン美味しいよね。今日はちょっとその分消費しようと思います。面白いのかなんか。明日だから別に大丈夫だって本当に。ありがとうございます。なんて言った。でも毎日18時以降食べてないって今。だから。その日くらい、その日くらい。マジでその日くらい。サボったの。あ、この前もね、ほらでその2日がでも言うて、まあでも日に頑張らね、うん、の日までにちゃんと筋トレとかもしっかりしてるし、日に頑張ろう。偉い。効果があるのか分からんけど、え、割とね筋トレするとね引き締まる本当に。しかさ、なんか上半身しようかな、上半身太ってるの気になっちゃう。みんなどんくらい配信するの、あと。え、ねえねえ、聞いてる？聞いてないよね。なんか引っかきです。え、聞いてる？聞いてる？聞いてるよ。筋トレしててねみたいな。そう、筋トレしてて、うん、上半身太り気になってたんだけど、うん、少し落ち着いた。やっぱり背筋とかやったら。ああ、背筋。一気に割と。マジ？そう、ひか普段筋トレじゃなくてランニング、うん、しかしてなかったから、筋トレ始めて、あ、なんか太りにくくなったなとか、ちょっと、ね、いつもより太りにくくなったな。もちろん太ったりは全然するけど、体質がね。そう、いいよ、筋肉つけるのやっぱり大きい。でもね、体質、あの自分の体質にもよる。筋肉つきやすすぎると、多分その今ついてる脂肪とかも、うん、まんま筋肉になっちゃったりしそう。だからちょっとだけ落としてから、脂肪落としてから、うん、筋肉つけるっていうのが、まあ、一番ベストなんだろうけどね。じゃあ、あ、そっか、何じゃあって何、気になるじゃん。言えない、ここでは言えなかった。一緒にたくさん歩こうねとか言って言おうと思ったけど、一緒にたくさん歩こうね。画面曇ってるな、なんでそんな汚いの。 あのあったじゃん、なんか立てるとかありませんかね。筋肉つけ、その何、うん、ちょう
上に登ろうと思って見ないようにして、こうだな、気をつけて、歯磨きしてるだけで気をつけて、ごめんなさい、倒さないで通常ライブ、OK、 かゆいかゆい、 Wi-Fi 環境は悪いかな、筋肉光る、え、別にそんな言うほど筋肉ついてないよ、そう、でもやっぱりなんか筋トレしてからランニングとかするといいらしいよ、その加減が分かんない、筋肉つきやすいからさ、ね、難しいよね、むず、見た目、なんか私体重減らなくてもいいけど見た目を、あ、それは、ね、うん、あるよね、そういうのって引き締めたいんだよね、こんにちは、そしたらでもやっぱり筋トレじゃない、ちょっと軽く、ね、こんにちは、筋トレして、まあ歩いたりしてって感じじゃない？こんばんは。本当ならずっとご飯を食べずに痩せたい。そんなの。何これ？ダメだと。金メダルだよ。すごい。ジュンヤさん、リカ金メダル。リカ金メダル？オリンピック。そう、オリンピックの。一回さ、食べないってスイッチ入ったらさ、多分食べないんだろうけど、それはダメじゃないですか。だからちょっとは食べなきゃと思って。でもちょっと食べるとさ、余計お腹すかない？え、ある、スイッチ入って。うん、ある。うん、だから難しいよね、今日ご飯食べようかな、ひかはね、もう多分食べない、今日は、待って待って待って、マジどこから声出したどんな声がそれはダメだよ、いやだから基本的に2食なんだっていつも、まあ、基本いつもそうなの、そう、それはダメだよ、もちろん3食食べる時もあるけど、お腹空いたら、今日は朝ちゃんと食べてきたから、何食べたの、そうね、魚と卵焼きと、あと、うん、味噌汁とオートミールとスイカ、体重を減らしたいわけじゃない、しっかり食べたね、でも健康でしょ、し、うん、健康的だと思う、バランスが整ってる、そう、お母さんが毎日作ってくれるの、優しいね、そう、で昼はセブンイレブンの最近ハマってるあのラップロールみたいなやつ、うん、とチョコレート、チョコレート、ラップロールめっちゃハマったんだけど、ハツカが食べる好きって言ってたから、そうでしょ、美味しいでしょ、美味しい、あの皮が好き、わかるわかる肉なくなってさ、キャベツだけなった時ちょっと悲しくなるあれはさ、あ、皮があるけど、うん、そんなカロリー高くないじゃん、うんうんうん、だからね、いいかな、しかね、基本的にね、ご飯を食べるようにしています、あ、でもご飯の方がいいっていいよね、本当は、そんな腹持ちがいいって言うから、なんか体にも小麦粉よりはご飯の方がいいらしいよ、うん、だからまあパン食べたいときは食べるけど、なるべくご飯、パンはあんま食べないかもな、だからね、菓子パン大好きなんよ、うん、菓子パンと、ね、あとね、最近ね、めちゃめちゃ塩パンが好きで、あ、美味しいよね、大好きなの、一時期で毎日のように塩パン食べてた、家にいるとき、ゲストありがとうございます、吉田って誰、カレンじゃないよねって、カレン以外に誰がいるの見知らぬ吉田さんまさくまさん、ありがとう、こんにちは、カレンちゃんどこ、カレンちゃんはこっち側にいる、いや、そう、配信してるよ、私も、いや、離れてるから映んないけどそうか、まあ、連休なんだもんね、4連休だよね、確か、でも4連休最終日だよ、早くない、うん、なんか4連休って感じなくない、私たち休みじゃないからね、別に足が一番休み、わかんないよね、あ、今なんか仕事ないときはだって休みじゃん、そう、みんなで働いてるときはこっち休んでるから、うん、でも今年はこうやってヨガで集まってレッスンしてるのが成長だね、成長なの、去年だってやってなかったでしょ、うん、あ、まあね、前髪伸びた、成長というのかは分からないけど、これからどうすればいいんだろう、私伸ばしててからんだよ、薄くします、これくらいてかってこれくらいしよう、なんかさ、カレンちゃんにさ、おでこ見せるとさ、広いってめっちゃ爆笑されるんだけど、ここもさらに上がいる、あ、そうそうそうだ、同じだって、同じくらいだって、な、何センチ、赤いよおでこ何センチ、うん、何センチかな、一回ショールーム測った、一回6センチだもん、6センチでしょ、でもね、同じくらいだと思うよ、でもカレンちゃんが狭いんだよ、逆に、いやでも2人は広すぎる、狭いから広って爆笑されんの、いやこれは広すぎる極端だよね、広い、カレンちゃんとサヤリンが狭いイメージ、あー、サヤリン確かに、サヤリン出してみてやばい、マジでこの絵面白すぎる同じ同じ、でも前髪ちょっと伸ばしてこうやって引っ張ってたら
ミルクのらしいよ。おでこね。うん。前髪上げてれば広くしていこう。6センチ目指そう。一緒に。毎回めくって。めくってめくって。カレンダー。狭い。いや。でもね。狭。なんかさ、指3本がちょうどいいみたいな言うやん。あ、3本？そう。ちぴったぴったり3本。かね、5本分。いや、2人の見てやばいな。まあ、5本か。え、冷えピタとかさ。カレン余るっちゃけどさ、余らない余らない絶対足りんやろ、ヒエピタやば、初めて聞いたもん。余るって何って思ったもん。え、ね、ここら辺くっつくってことでしょ。そう、いや、で髪の毛にでも、2人はさ、足りんやろ、絶対。いや、でもちょうどいいよね。なんかちょうど、なんか綺麗に入るかな、みたいな。あ、そうよ。しまちゃんさん、ありがとうございます。佐々木さん、ありがとうございます。すげえ、風船だ。へえ、金メダル3個目だったんだって、すごい。あら、さっきスケボーかな。確かに、将来安泰。何が将来安泰なの？おでこだけど、あの、おいやいや、だから、おでこが。まさこさん、ありが金メダル。はい、ないってこと？うん、狭い方が。うん、嘘。そう、そう、私の父さんめっちゃ広いけどハゲてないよ今。いや、待って、ハゲる前提で話さないで。え、でもね、ひかのお父さんね、ハゲてはない。でもさ、なんか、うん、にあの2つのパターンがあるじゃん、ハゲるときって、うん、あ、こっちの人と、こう、そう、こ、こ、こうやって交代してハゲるハゲについてがいるじゃん、うん、どっちかといったらこっちのタイプなんだよ、お父さん。あ、なるほどね。だんだん広くなってくかな、ひかも。ハツカのお父さん、マジで若い時から髪型全く変わんない。でもずっとね、くせっ毛で、おでこ丸出しなの、うん、広いおでこで丸出しだけど、ずっと広いし、ずっと変わらないよ。すごい、お父さん譲りですね。そう、そ、お母さん広いっちゃ広いんだよな。ギフトありがとうございます。てってって牛太郎ローマン、トマクダナゴと同じ名前、ミネッシャミネさん、ありが、頑張れね。ここさ、ハツカ最近ハゲてきたんだけど、ポニーテールハゲ。ポニーテールするとハゲるよ。私はもう経験者だからね、言ってたよね。ポニーテールね、ずっとしてたらハゲて、一時期ポニーテールをやめてた、ハゲたせいで。だね、もうポニーテールできるならそうではないから、今伸ばしそうかなって思ってんの、ね、ポニーテールがしたいがために。ああ、自分はザビエルタイプでしたか。ザビエルタイプ、おもろせん。ザビエルタイプね。マネージャー、こんばんは。あ、白髪タイプですか。白髪はな、お母さんが白髪になったの早かったからなるかも。で、お父さんが全く白髪ないの。え、すっごくない？50過ぎもう。え、すごい。でなんか最近ここら辺にちょっと白髪があるくらい。そんな人だって。でも、あ、白髪ある、増えたねくらいだけど、そんなほぼほぼ真っ黒。すごい。お母さんは逆に真っ白なんだよ、染めないと。どっちに似るかだよな。そうだね。ドゥルルル、ムカッキーさん、ありがふせん、こんにちは、こんばんつ。行く前に髪の毛ね、筋に行かなきゃな。ハツのお父さん50代なのか。だって多分50代、多分じゃない、50代、50代何歳だっけなと思って。待って、ヒカのお父さんも何歳だろう。でもお姉ちゃん、お姉ちゃんとね、あの、大、あれなんだよね、年齢の一桁目が一緒なんだよ。お姉ちゃん年齢に、お姉ちゃん今何歳なんだろう。髪切りたい、染めたい、髪染めたい。すごい、日の入りながら染めたいなって。シルバーでしょ、うん、染めちゃいなって。もそう、でも染めでも今チームメイトさ、ボブ多いなってさっき思った、レッスン見てて。しかもさ、みんな似てない？え、みんな似てる。ボブ多ーっと思って見てた。ショートカットじゃないよね、ボブだよね、みんな。え、そうなの、ショートじゃないの。だからね、ちょっと髪色変えなきゃ分かんなくなるよね。うん、ヒカルは髪の毛が茶色いボブって感じ。
そう、あ、そうだから見分けるとこ、後ろ向いてて見分けるところで言ったら本当髪色しかなくない？そうで、あやねちゃんが今紫その明るい色のボブでしょ、うん、でゆうなちゃんが間の焦げ茶くらいのボブでしょ。そうね、そう前さ並んだらさ明るすぎてびっくりした自分が。明るいのよ、 AKL が受信できない、それは言った方がいいんじゃない。いや夏は逆にラングの方が楽で、そうなんかね、できないって言ってた人いたよね。奈々さんとかも言ってたよ確か。なんかグループラインで来たよね。なんかグループラインで来たっけ。ソフトバンクの人が受信できない。あ、そう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 。夏は終わってきる。でもピアス開けたい。もう切るなら。今ね軟骨開けようかなって考えてる。そこに私開けたいの。どっちもこっちは開いてるから。軟骨も一個だけ開けようかなって。こっちかな。1年半でもう一個。もう一個、一個だけ両耳じゃなくて、そうこっちだけ。私これいつか伸びようかな。最後に切ったのは。え、一緒に行かないじゃあ。6月？あに行って開けるってこと？あ、そう。え、私最後に。え、なんか行けないらしいよ。一緒にだから。なんかももちゃんに教えてもらったの。11月から。どこがいいの？冬前に、お最後にバサッて。抜粋してくれるところあるよ。6月だったかな。9月20日くらいからメール来ない。それはさ、やばいよね。だってお金みんな払ってるもんね。この辺で切ったのがもう肩くらいだったんだよね。それはこれはそれはこれは絶対言った方がいいよ。うん、私の愛のこもったメールが届いてないなんて。10ヶ月でお問い合わせしてみ。うん、ちょっと私のやり方わからないけど。ヒカル開けてあげたら。どこも。ヒカル自分でやって失敗してる女なんでやめた方がいいですよ。ここに関しては、さこっちは別に開けなくていいかなと思っちゃう。イヤリングでこっちね、自分でやったの。あの貫通しなくてね、あの病院行った。そうでも成人式はすごいと思ったけど。意味ない。染めて染めるってちょっとやばいかなって思う。そうだからなんか本当にちゃんとしないと返事来ない。染めるなら今さんに聞いてみるかなとかもいろんなこと考えすぎて。どうすればいいんだろう。ちょっと聞いてみますわ。もう染めるならもう絶対聞いたいから。え、君がメアド変えてないとかじゃなくて。いやいや、変えてる変えてるはず。え、届いてるよね、だってみんな。届いてない、私のメール。もしかしてまさかずっと届いてなかった。私のメール全然届いてない。私が今まで送ったメール、どこ行ってる。え、変えた変えた、一応変えたけど。あ、バナナ、まあ、バナナアイス来てるなら多分届いてると思う。あ、じゃあ大丈夫だよ。バナナアイス美味しそうなお写真。あ、ほら、それでも7ヶ月でじゃあ大丈夫だ。それか私が送るメールアドが変わったから迷惑メールに入ってるとか、そういうことはないか。いや早い。なんかアプリなら来るよって言ってる。あ、そうなんだ。バナナアイス来たでしょ。そうね、そう、なんか言ってたよね。どのくらいまで伸ばせばいいんだろう。あ、割とさアプリとかは来てるけど、そのソフトバンクのなんだっけ、モバイルかなんかだと届いてない人が多いんですみたいな。あ、なかったっけ。あと1、2ヶ月伸ばせば。そう、しかもちゃんと覚えてないけど。何？うん、バナナアイス食べたもん。え、そう、一人で。一人で。え、最近ももめリニューアルしてからメール届いてない。同じこと言ってんじゃん。いや、私のメール届いてない。同じこと言ってるじゃん。待って待って。嘘。え、なんかさ、仕組みが変わったの？ちょっと。でもさ、どっかでおかしいとこだ。送るとこさ、変わってそっちの方に送ってるよね。うん、うん、もちろん。え、で？なんかアプリの人は問題ないって。今日は私送ってない。私今日朝しかも今日送ってない。届いたかな。今日は朝早くて。後で送るね。移動してたから。ももの誕生日だから送るね。ももの可愛い写真送りつけるから。いいの。可愛いなって思って。アプリはアプリで画像が保存できるから。無理やり祝ってもらうっていう。ごめんね。なんでだろう。みんなに共有したくて。昨日は 1個しか送ってないかもですか。昨日はですかね。ぼーっとしてたもん、一日。何してたの、歯医者行った後にぼーっとしてた、ずっと。プリア届いてる。ゲストありがとうございます。今日のレッスンを考えてて。しばらくさ、とかリニューアルしてさ、なんかさ、やらなきゃいけないのにさ、違うところに何からやったらいいかわかんないし、なんかずっと送ってたやつ届いてる。なんだろうね。そう、謎の無の時間があるよ、ね。なんかやらなきゃいけないのがいっぱい増えていくと、どんどんやらにもやらなくなるって。もうずっと。どうも大きいよ。すごい困るんですよ。ちなみにヒカのメールは梅干しが最後だな。あれ嘘、ヒカ昨日だっけ、鮭の写真送ったよ。朝ごはん鮭の写真送ったよ。何個だけようか迷うな。カレンちゃんは開けない。ピアス、うん、今んとこ開けない。
負けた。いやここはイヤリングでどうにかすいいやつ。ああ。でもそれ、まあそうね、でも絶対ここ開けたらこっち開けんのかな気づいたら。でもねなんかやっぱピアスとイヤリングじゃデザインが結構変わるから。そうですね。なんか一回開けとけば。でも大学生だもんね私今さ、まあ、私まだ早いかなと思ったけどもう大学生だもんね私年齢的にはね。高校生じゃないもんね。しかもだからねピアスに変えてからどっちもできるからめっちゃ楽しい。ピアス買うのも楽しいしイヤリング見るのも好きだし。すごい何止めてなってきた。こんにちは。奈々さんって結構ピアス開けるの遅かったよね。22とかだと。あそうそうそう結構遅かった。おはとかびっくりしたもん。でも一回開けてから結構開けてるよね。そうめっちゃ開いてる今。ええー。天神つここだけ開けようかなここだけ。いやこれ何もしなかったらさ埋まるよね。塞がる塞がる。え就職活動もしすることになってなんかあるかな。就職活動じゃなくてもさあるかな将来。もうすぐ埋まるし。だよね。うん埋まるの待つかまあ別最悪さ開けてる人はいるじゃん普通に開けても働いてる人はいるから。大丈夫だよアイドル結構みんなバンバカ開けてるけどさ、うん、一般的に開けてる人どんくらいいるんだろう。えか私痛さ強いんだよね痛さ強いから大丈夫なんだけどでもねなんかね来る前が痛い痛いっていうか怖いよ。あまあそりゃそうだよね。なんか 銃みたいなやつでバチンってやるのね。うーんどうしよう。そうなんか来る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 と思って今しか染めれなさそうな気がする。レースのペアタマックイエスさんありがとな。かわいいかわいいね。何これ何のクマ。なんかさ全然ギフト把握してない。そうだねどんどん変わってくじゃん。就活するの予定はないよ私は今のところ全く。ただピアスって言ったら就活かなと思って。そうねまあ結局さなんか会社入るってなったら髪も染めれないし。あギフトありがとうございます。髪も染めれなくなるしあんまり場所によるけどピアスもねあんまりだからね。うんそうだからなんか今のうちになんかできることしときたいんだよね。楽しんどきたい。そうだよね若いうちに、ねやりたいことやって。そうだから髪の毛も絶対さここやめたら染めれなくなるんだよ。うんそうなんだよね。そう今姉ちゃんその状態だから仕事してるけど、ね、すっごい染めたいって言ってるもん。でも会社がダメだからって。ギフトありがとうございます。大学生になっちゃえば大学生はないけどさ働き始めた。そう奇抜な色じゃなければねなんか多少の茶色とかならいいけどさ。知らんけどごめんね奇抜な色にしたいんだやばい待ってちょっと奇抜な色にしたいんだすいませんギターありがとうございます。またマックスが見せます。ありがとう。タメガルシさんもありがとう。リップ持ってたの色がね、今さ専門学校行きたいなと思ってるんだよね。ちょっとだけいいと思うよ、ね、知らんけどでもね両立はどう考えたってできないよなとも思ってるんだ。だからね行ってない、うんまあね、難しいよねそこの。こんにちはギフトありがとうございます。まあ私たちはそうね夏休みとかない頃もいいんだけど結構お腹がくるくるになる。いやわかる。しかもねすごい吸ってるわけ減ってるわけじゃないんだけどね。消化してんだよ頑張ってお腹が。何時から配信始めたか。アッシュミルクティーいいね。まあねミルクティーベージュかミルクティーグレージュにしたくて考えてます。悩むな。悩んでる本当に。悩むどうしよう。髪の毛染めようか、うん、急に急にみんな悩むじゃん。一緒に染めに行く行っちゃう。わさぴさんありが風船。あ、いちじさんありがとう。今派手な髪してる人ってさひーちゃんとななさんとあ、たけたさん。たけたさん結構なんか明るかったよね。茶色よ結構、ね、あやねちゃん。あやねちゃんと誰がいる今そんないない。大竹ひとみちゃん。あ、うん、ほんとだ。わさぴさんありが風船ほんとだ。ありがとうございます。あ、もう少しで1時間半経つわ。まだする？するならずっと続けようかなと思うんだけど。ってことは2時くらいってことでしょ今。ってことかな。だから。そうね、全然まだやる？まあ、もうこの後全然空いてるから。何時までいる人？あ、なんかこの後そうあのあれがあるからなんか別日かは本当は参加する人ではないけど、ね、しとこうかなっていう
おかきさんありが風船。オリンピック見てないんだよなまだ。同じく。開会式も何も見てない、なんか切り抜きみたいな感じでさ取り上げられてるのしか見てない、ね、ブルーインパルス見たよね。うん、え、本物？本物。いいな、行きたかった。一緒にちょっと外歩いてたんだけど、たまたま？そう、たまたま、なんか人多いねみたいな、人がなんか何、沿道沿いっていうの、うんうん、にいるねって話してたら、急に来て、あれが、あ、開会式かって明日髪型、明日の髪型決めたんですよ。楽しみ。それはやるかわかんないけど、もう私今ポニーテールしかできなすぎて。そう、なんかみんな集まってたっていうか、なんか並んでたっぽくて、なんだろうねみたいないう話をしてたら、髪の毛がやばいので。ピクトグラムは見てないです。見てない。あ、なんかでも SNS で流れてきてちょっと見た。東京ゲゲゲさん出てたらしいね。聞いた。あ、そうなの。毛先かね。毛先も考えたけど変、あんま好きじゃない毛先のやつ。あ、髪が染めるの。でも毛先染める人はなんか毛先重い人の方が似合いそう。どうなんだろう。しかもでも毛先染めるのあんまりなんか似合う人は似合うんだろうけど、ひかさ髪の毛いじんないじゃん。あ、そう。いじらない人からしたら、ストレートで過ごしてる人からしたら、うん、あれなんか途中から色変わってるねっていう状態が起こるから、私はなって思っちゃう。私次髪の毛何にしよう。え、次髪の毛何にしよう。今までなんか変えてたっけ。インナーから入れた。インナーエクステで入れた。もう一回エクステ入れようかなと思ったけど悩んでる。見事決めてやらない。お金がないかも。この前もマジで手入れが大変。結局お金だよな。2,3 ヶ月に1回は絶対1回行かなきゃいけない。今20万円くらい入ってきたらやりたいなと思って、いっぱいやるな。20万なんで20万なの。今髪伸ばしてるから100万にしとこう。100万だったらもうやりたいこといっぱいやるよ。悪くしてないから旅行行きたい。あ、トムアキラさんありがとう。オーハンナダジャさんありがとう。あれ私やりたい、ね、パーソナルカラー診断してみたいの。え、わかる。でも君ってさ、イエベでしょ。いや、それがね、あれなんだよ、イエベってね、可愛いの肌が黄色いからイエベじゃないんだよ。ありかも。そう、なんか黄色い黄身肌ブルベとかもあったりとか。目撃者とかじゃしたい。しかもだからイエベだと思ってたら肌黒いし黄色いからイエベだと思ってたらブルベだったとかあるんだって。どっちだろう。それ聞いたら分かんなくなってきて、それによって前髪がダメだよ。見せたら隠さなきゃ。眩しいからみんな。そう、ね、千葉さん頑張り、ありがとうございます。ハットなど当たらない。え、なんでだ。さあ、ブルベイエベによってさ、髪色の似合うやつも違うじゃん。え、そうだって、ハットさ、茶髪イエベだったら茶髪が似合うってことでしょ。あ、茶髪のイメージないかも。ないよ。だから自分がさ、絶対ね、なんかちょっとグレージュ想像できないんだって。茶髪がなんか光グレージュ印象なくなりそうじゃない、恥ずか、うん、茶髪にしたら。え、光グレージュ似合うかな。絶対似合う。グレージュってか、まあ、ミルクティーグレージュ、まあ、ちょっと茶色っていうか、まあ、茶色も残しつつ。今想像して、光の黒髪って感じがしなくなっちゃった最近、うん、え、そう、なんか黒髪はね、マジでもうやりたくない。ギフトありがとうございます。なんかさ、ミルクティーって本当になんか、うん、あんま茶色があんまり入ってないミルクティーみたいな色に合いそう。うん、それ多分ミルクティーグレージュ。ちょっと茶色みもある、残ってるけど、そうちょっとグレーめ強めのうちの、まあ、黒め。なんか赤みがちょっと抑えてるやつか。そう、しかね、今ねこれね、ちょっと黄色い感じがね、ちょっと変えたいなと思って落としたくて。こんにちは、こんにちは。みんな、ありがとうございます。イエベとブルベの意味は分かってない。なんかね、イエローベースとブルーベースってのがあって、それでそれが分かったら、その人に似合う色が分かって、その似合う色をつけたら顔の印象が明るくなったりするんですね。あとメイクのリップの色とかで結構顔の印象変わるし、お洋服とかも似合うものが変わったりするんです、色とか。そうそうそう、結構大事だよね。行きたいんだよね、それも。それは大体いくらでしてもらえるの。え、これメイク屋さんで無料でしまったよ。ピッてしてる。あ、なんかさ、うん、メイク屋さんのって合ってんのかなとかって思っちゃうね。なんかメイク屋さんって何。なんかエチュードハウスでした。そうそうそう、エチュードハウス。あ、エチュードハウス行かないからな、ヒカ。だってさ、エチュードハウスとか一回やったけどさ、うん、元から目の色黒いですか茶色いですかってわかんねえよ。
髪の毛はもともと黒目ですかとかで、わかんないよそんなの。君でも黒目じゃない？いやなんかそう、なんかさ、あ、まあ、黒だよ、ハツカ。みんなに黒って言われる。ありがとうございます。え、でもなんかイーローベースの人は目が茶色いんだって、色素薄いんだって。どう？あ、でも茶色いかも。どっちかだったらいいか、多分ちょっと茶色かなと思ってるんだけど自分。茶色い、めっちゃ黒いな。え、でも黒かったら本当はブルベリーになっちゃうの。だからわかんなくなって。あ、真っ黒じゃないか。黒目。カレンちゃんも茶色のイメージないな。黒いね。うん。ブルベリー。なんかカレンちゃんは茶色にしたらなんか違うくないですか。ね。うん。あ、茶色よりは本当にグレーとか難しいですね。5000円くらいする、調べたら1万円から。でもめっちゃ高いとか3万とかしてた。え、高くないマジで。でも一生もんなんじゃない、やっぱり。うん、女の子からしたら一回やって分かった方がいいのかなと思う。一回だって何回もやるものじゃないじゃん、うん、そう、多分もう一生それでしょ、うん、よっぽどなんか、なんか自ら変えなければ。そうなんだよ。行きたいな。今お金がないよそんなやってたら。ね、しかもね最近マイナス、マイナス、どこかな。なんかファンの方でいないかなかな、審判してくれる人。私やってるんですよね。画面越しにどうですか、ショールーム。ハッツは、うん、イエベイラーベース、スプリングかな。なんかメイクさんとかでやってみる。なんかさ、分かる人いそうだけど、ね、そうだよね。聞いてみたら、この。あ、でもなんかさ、大竹ちゃんなんかカラーなんちゃら持ってるとか言ってたけど。それと違うのかな、どうなんだろう。いや、一回お金払っていこっかな、どうせ悩んでる時間もったいないしな、一生髪の毛。本気で悩み始めちゃったよ、カレンちゃんが。どうしよう、髪の毛、うん、染めたいと思った時に染めたよ。そうだよね、今しか絶対染めれないよなと思って。で、あ、自分ダメなら悩まないと思ったらやめればいいし、一瞬で。そう、でもね、シルバーにするならね、髪マジで痛むぞ。そう、それ、それだけが心配なんでしょ。やだ、だってブリーチ何回しなきゃいけん。割と髪の毛しっかりしてるじゃん。まあ髪の毛が傷んだ時は坊主にすればなんとか。多分2、3回しないと抜けないんじゃない。マジ？え、彼は髪の毛割と、なんかさっきミスサーともね話してたんだけど、うん、割と髪の毛しっかりしてる、ちょっと太い人とかは、なんか色が入りにくいっていう。確かに細いし茶色いんだけど。あ、でも細い細い細い。リカルめっちゃ入りそうな髪の毛してるもん。やばいよね、細い、ちぎれる、細い髪。え、ヒカル細くない？そう、細いの、すっごい毛量も少ないしね。すくんですよ、すいちゃうの、美容院の方が。少ないのに。そう、あまりすかないでくださいって、すかないでくださいって言って。でもやっぱりすきたいみたいで。美容師さんってすきたがりの人多いよね。そう、すくのね、なんかやっぱり全くすかないでくださいって人によってね、なんかやっぱり得意なことが違うから、うん、こんばんは、あのあとモングルワンクスクラさん、ありがとう。なんて、マーコさん、ありがとう。私は何色が似合うかな、一回そのカラー診断してから考えるね。カラー診断して黒髪が似合わない人だったら黒髪やめる。でもね、ちょっと変えるだけでガラッと変わりそう。なんかさ、やっぱり黒だとさ、垢抜けないってあんまり言うじゃん。そうなんだね。あ、ギフトありがとうございます。まあでも髪の毛染めてみて似合わなかったらすぐ黒染めするといいかも。痛めたい人みたいな。ワーカさんありがとう。ユーチャさんありがレインボーさ、ハスカはレインボーかな。そっか、レインボーね。金髪の役とか来ないかな。セリちゃん、セリちゃんがカラー検定とか持ってなかったっけ。だって持ってたね。あ、なんかでもそれとまたこれとは違うとか言ってる人なかったっけ。なんかもう分かんない。全然資格がよう分かんないから。こんばんは、ありがとうございます。僕ドラえもん、僕ドラえもんです。静まり返っちゃったじゃん。ごめんなのだ。こんにちは。みなさん、なんか面白い話ありませんか。あとかもよくさ、人と話してるときに、なんか面白い話してくださいって言う。適当だよね。すごいな。
構な無茶ぶりするよね、そういうの。じゃあからしんが行ってこようかな。いってらっしゃい。え何がえ誰も出ていてくれないの。だってお金かかるじゃん。まあ行ってくるよ。いってらっしゃい。行ってきて。懐かしい、初代のドラえもんです。かき氷食べたい。え、そう、わかるね、言ってたもんね。なんかさ、シロップのやつしか食べたことないから。かき氷行こうよ。行こう。なんかエスプームみたいなのったやつでしょ。なんかその抹茶のなんかクリーム的な。フルーツとか行きたい。あそこの行きたい。どこだ？どこだ？近くにあるんだよね。で前ね、3人で行こうとしたんだけどね、ミスター私と、人多すぎてやめた。おお。だから行こうよ。明日行こう。平日がいいよね。あ、そうなの。頑張って。平日も何も変わんないよ。夏休み。あ、確かに。まあでもさ、平日はさ、社会人の人は仕事してるよ。でも全然違う。いつが空いてるかな。結構でも空き時間多いか。ねえ、シロップかけるかき氷しか食べたことないよね。なんかシロップってさ、同じ味だって言うじゃん、全部。色が違うだけで。って言わない？そんなの？なんて言うよね。あんまわかんないけど、そんな。色に騙されてるってこと？とかじゃない？って聞くよ、ヒカは聞いた。割と有名じゃない？この話。うそ、私たちは色と名前に騙されていたのか。そういうもんだって。そういうもんだって。悲しいんですよ。着色が違うだけ。おー、ブドウ味とか言って食べてたのもイチゴと同じ味だったのか。いや、わからん。それは多分物による。あー、ね、目隠しして当ててみたい。確かに。そうね、目隠しとしたら同じ味に感じるかもね。抹茶とじゃイチゴも同じ味。いや、それは違う。だから多分だから、その本当に売ってるいちご、ブルーハワイ、メロンだっけ、とかがってことじゃない。だからお店でや食べるやつはもちろん違うし、だと思うよ。え、日本スケボー金取ったよ。だってすごい。そうそうだって。え、さっき言ったじゃん。なんだっけ、堀米選手。え、違うから。スケボー詳しくない。すごい覚えてる。スケボーは今年からですもんね。だって過剰入ってないんだ。へー、そうだよね。 You are very beautiful girl! Thank you! 家にね、 I'm glad! スケボーがあるんですよ、お父さん。でめっちゃ練習したんです。スケボー持ってる。スケボーなんで、何するの。スケボー持っててさ、でさ、おー、堀米選手でした。やめなさい。スケボー持ってて家に置いてたの、家の中ね。なんか家でもしかやってなかったんだけど、友達が来てお祭り行こうって集合、はずかの家で集合してて、お祭りまで友達が乗ってた時にチャーンって滑って壁バーンって刺さって、壁で穴でっかいの開いた。どうしたのそれ。保険で直してもらった。それもその時の家さ、引っ越ししたばかりのさ、自分の家でさ。直ったけどね。てすごい、ずっと同じとこ座ってるか。ね、お尻痛い。 How are you? I'm fine, thank you. Thank you. そう、部屋の壁。こんにちは。足痩せないかな。恥ずかし太いよ。言い方。恥ずかし太いよ。全然だけどな。足太いよ、私。私ウェーブ体型なんだけど。しかストレート。嘘だ、絶対違うよ。ストレートってあれでしょ、上半身ミックスとかなんじゃない。があれで、下半身、あの太ももとかはちょっと太めっていう。胸の位置が高くて基本的に、でこうがっしりしてて、あんまりなんて言うんだ、鎖骨が出ないんだよ。そう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 、はい、出ません。え、重くねえ。でもこれ座ってたらでしょ。これめっちゃある、鎖骨。めっちゃ褒められる。立ったらね、鎖骨めっちゃあるよ。マジで。立ったらね、マジで出なくなるの。ここに水溜めれる。ねえ、待ってね、お母さんと同じこと言わないで。すごいよ。え、なんか逆にここがマジないの。このここが肉がつかない。ここの
あそうしかめっちゃつくのカリカリなのここがマジであばら骨見えるのあばらそこあばらだっけあばらじゃないわ鎖骨何ここ胸骨あーかなあー骨がこうやって見えるこう、で胸の位置が低いの上の体型の人ってヒカの子はずっといいだからその特徴見た感じ絶対ヒカストレートだと思って上半身がっしりしてるのでさ、こうやってね、座ってたら見えるんだけど、立ったらなくなるの一気に。すごいでしょ。うん、あと腰の位置が高いわ、ストレートの人は。あ、高くはないわ。あと腰の位置低いもん。で、胴が長いのがウェーブだけど。ウェーブだ。え、で？え、絶対ウェーブ。あ、でもそうかな、確かにそうか。でもナチュラル。ナチュラルってどんな？ナチュラルが一番よくわかんない。でも一番、でも七瀬ちゃんがナチュラルだと思う。だからね、ウェブ体験の人はね、基本ね、ここら辺が貧相なの。だから、あんまりこういう V ネックとか着ると寂しくなるから着ない方がいいっていう。そう。だよ。表情太すぎる。おやすみ。おやすみな。昨日すっごい怖い夢見たんですよ、私。何見たの？なんかね、長くて夢がめっちゃ。うん、で最後は、なんかね、あ、なんかでもすごいすごいリアルで怖い夢。あ、しかも言うよ、普通に言ったよ、あの人殺されちゃったとか自分が犯人に追っかけられるとかそういう夢見るよ。夢って結構怖いの見るよね。でも怖いのって逆にさ、いい夢だって言わない？人殺、あの殺されちゃったとか。あ、物によるね。でも結構当たってる、追っかけられちゃったとか夢占いとか。なんかハツカが一回ね、受験の時に、うん、受験でめちゃくちゃに病んでた時に、うん、夢を見て、なんか学校の卒業式みたいな感じで、うん、最初はね普通にこう始まるんだけど、なんか途中でなんかゲームみたいになって、なんか包丁持った女の人が校舎出てずっと追いかけてくるわけよ。こう最後に刺されて起きたんだけど、やば。それを調べたら、なんか追いかけられて、うん、追いかけられて夢を見た人みたいな、夢ぐらい見た時に、うん、追いかけられて逃げれた人は今の状況のなんか今のままでいいみたいな、うん、で追いかけられて捕まった人は、うん、今の状況がダメっていうか、うん、その今やらなきゃいけないこととかから目を背けて、うん、いる状態なので、もう見直してみましょうって。当たってると思って、すごい。なんか、あ、今勉強時間足りないなとか思ってた時に、うん、そうなったから、あ、当たってるな。そう、しかもね、完全にコナン君の影響です。人が殺されちゃう。いや、そういうのもあるよ。あと誰かと連絡した時に、うん、した後に寝ると夢の中で返信が来るんだってすごいそれ。でも見てみたら起きて、全然来てないんだけど、なんか返信でなんか怖い返信とか、なんか普通にさ、絶対送ってこないだろうと思うけどさ、なんか例えばなんかスタッフさんにお仕事ありがとうございましたみたいな送るとするじゃん、うん、お疲れ様でしたって送ったとしたら、あとその夢の中でスタッフさんが、今回本当にダメだったねってこうやって来るわけよ、返信が。怖い怖い、すいませんって言ってパッと来たら夢だったのか。よかった。実際そういうこと言ってくる方いないからね。うん、っていう夢よく見るっていう話。あら、またモグロアングスクラさん、ありがとう。昨日の夢結局話したっけ、カレンちゃん。うん、なんか水に襲われる。水に襲われるって、あ、あるよね、災害か。なんか家族が目の前で流される夢見たもん。怖いよね、本当に。でもなんかさ、やっぱ夢の中にいるときはさ、あんまり夢って思わなかったりするじゃん。それが怖いよな。うん、怖い。すごい静まり返っちゃったね。鼻高いの、鼻高いよね、嫌だ。え、鼻高いのって綺麗な証拠だよ。いや、なんか、なんか、いや、なんか、いや、なんか、いや、なんか、なんかしか言ってないし。そう。これさ、運転車のさ、教習所に通ってる時期にさ、うん、なんかすごいスーパースターの超高級車に乗って崖の上をこうやってめっちゃ登って、そのスーパースターが運転下手くそすぎて崖から落ちるっていう夢を見た。怖あの、普段あんまり接点がなくて話さないメンバーとめっちゃ仲良くなる夢たまに見る。ですんごい喋って嬉しい、仲良くなったって思ってたら夢だった。悲しい。
人の夢で仲良くなれよって言って、話しかけろよって。そうね。てれてて、今何時だろう、分かんない。スーパースター実在する、その人見ると思い出します。眠ったくなってきた、お腹いっぱいだからだよね、きっと。うん、あ、2時21分だって。ありがとう、ありがとう。ってことしかも2時間くらい配信してる。私はもうそこ30、40分ぐらい。そろそろ終わりにします。2時半、うん、しか何分配信してる、マジで。なんか霧のいいところで終わりたいな。あ、1時間半とか2時間とか。1時間40分くらいだって。あと20分配信していい？いいよ。待って、ひか12時40分から始めた気がする。1時に分からってことは1時間、そうね、そうね、20分くらいだね。違う、40分くらいだった。計算が。ギターね、ギターは迷ってるんだよね。そう、今日はでもお金を使いたいからなって。でも私が1回目で買ったギター1万円のね、安いギターなんですよね。どうせ弾かないかなと思って買ったから、小学校の時に。だからちゃんとしたの買わなきゃなと思って今買うと思ってんだ。こんにちは。やばい、眠くなってきた。お花あったかくない？だからかな。あったかいよね、ここエアコンつけてない。つけてない。え、あったかいか、ちょうどいいんだけど。あったかいんだちょっと開けてみて。普段があっちとかですごい寒い部屋に。え、そう、寒いの、あっち寒いので。寒がりだよね、めっちゃ。そう、この前ね、寒すぎてね、あの自主練してたのね、もう、うん、で、寒すぎて練習して、でも寒いからと思ってこっちでしばらくいたのね。そしたら眠くなってきて、そのね、もう2日ってかぶって寝てたの、ここで2時間くらい。これ寒い。ちんやさん、かわいい、とってありがとうございます。ひかはめっちゃ寒がり。そう、超寒がりです。5分、私5分寝たらもう30分寝ちゃう。物欲がすごい。アラームになっても起きないから、この子。うん、そうだよ。でもね、朝強くなって。九州とか遅刻とかってか、よく寝るメンバーって九州多いよね。確かに。西日本多いよね。西日本多くない？うん。なんか大体東日本の人たちってさ、なんか集合場所きちっていう気がするけどさ。リラちゃんとカレンくらい。あと、もうやめたけど、カリンちゃんとでしょ？なんか遅刻っていうか、よく寝る人。あとミュウちゃんもめっちゃ寝るイメージあるか。あ、確かにミュウちゃんも起きない。なんかやっぱり地域性があるんじゃない。そう、でもさ、のんびりミッサーとかさっと起きる。あ、ミッサー、ミッサーはね、ミッサー寝てますかって言ってたのに。多分寝てない。夜中に返事来てさ、朝5時くらいに返事返ってくるみたいな時ある。ミッサー、あと京香ちゃんもめっちゃ寝るじゃん。な、寝る。あ、だって目覚ましかけても起きないもん、京香ちゃん。最近一緒の部屋とかないことないか。ひなのもか。じゃあどっちかといったら東日本に分けられてたけど、ひなのはどっちかといったら西日本、ほぼほぼ関西だし、ね、うん。あの子もね、警報音鳴らして日が起こすくせに、あの子起きないから。めっちゃ大きいブザブン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 。本当に警報音。こっちはね、目覚めるの、本当に寝てても。で、起きなくてもいい時間に起きなきゃいけなくなる。でもね、あの子は起きないから、うん、えみたいな。逆に東日本でさ、めっちゃ寝るなってイメージある子そんないなくない？だって上からなんちゃんでしょ、よこちゃんとか。よこちゃんも寝てる。ねえ、ななみんかな。ななみん、ななみんは割となんかちょっといつも集合はちょっと遅い。そう、ね、マジリラちゃんが一番の代表だよね。なんかそのイメージがすごいある。まあそうね、地域だけで決めちゃうとあれだけど、まあ、やっぱりでも育った環境とかは多少なりともあるのかなとは思う、ね。あ、ゆいゆいとかも意外とそっちタイプかも。うそ、ゆいゆいってあれだよね。そう、まあ、お家だしね。そう、お家だからね。羨ましい。わかる。ママに毎日起こしてもらいたい。自分で起きないよ、もう。もう19歳になるのに。犬と猫に行ってくるねって言ってきたい。しかも自分で起きるよ、ちゃんと。いや、でも全然起きるよ。どうしたことある時とかはね、目覚ましかけてなくても早く起きちゃう、ホテルとかだと特に。でもお台場もさ、そんなのもなんかさ、
ずっと寝てるとかイメージないよね別に、うん、お台でもなあんま一緒に泊まったりとかしたことないからわかんないけど。でこんにちは。やっぱりひか眠くてさめちゃ口数減ってるんだけど。うん。起きますよ自分で。ママに起こ。中学校まではママに起こしてました。いや中学校自分で起きてたよ。って言って起こされてました。中学も自分で起きてたよ。本当？いや基本自分で起きるけど、でも学校って朝早いよね。もう早いよね。仕事でさ7時に起きなきゃいけないとかなったら早ってなるもんね。なる。でも学校ってそんくらい起きないと間に合わないもん。うん。なんだろ、引く5時に起きてた。はい、いや。あ、沖縄の人自体が、そう、時間にルーズ。そう、沖縄の人って時間に本当にルーツよ。うん、だって、集合時間にさ、起きてるもん。待って。いや、でも、この子もだから、本当に集合時間に言うのに、集合時間、じゃあこの時間にフロントねとかホテルの時とかフロントねとか言ってたのに、うん、絶対遅れてくるから。嘘でしょそんな。一回さ電話かけたらさスタッフさんと間違えてさえって驚いて。本当になんかそうね。でもカレンちゃんとミッサーと一緒にいるとさ、うん、そのさ大切な用事、まあなんか仕事とかではないけどこう遊びとかだとさ、なんかまあいいかってなっちゃう。まあちょっと遅れてもいいかってなっちゃう。ああ、そう。だからそういうのある。光るんだから、なんかだから遅れてるとかじゃなくて、なんだろう。だってひかさん一回40分待たされたから。まだ大丈夫待ってた。そんな待っとった。いちごミルク作る感じよ。40分とか1時間かな。1時間くらいだと思う。だからさ、なんかそう。あのそろそろヒカルン作るんじゃないったら、うん、イチゴミルク飲んでるのしようよとか言って。まあでもそれは、ね、いや、ヒカルンちょっとね、言おうか迷ったの。でも、もうなんか、このメンバーだから、仕方ないなと思っちゃったの、自分が。最悪だな。ヒカ、ご飯食べに行く時だったのに、待つ場所がなさすぎて、マック食べてたからね。ご飯食べに行くのに。それから家でオムライスをおごったんで。確か、言ってくれて。そう、おごってもらった。ありがとう。1時間分のお金。待機時間。そう、なんか1時間はでも、ヒカは待てるんだなと思っちゃった。まあね、あそこも最近、うん、最近ミスターと、カレンちゃんを待たせたもんね、1時間くらい。マジ？でも待ったかなかったけど。でも待たせたよ。なんだろうね、一人誰かいると油断するよね。うん、一人の時だったら行かなきゃ、うんうんうん、多分ね。でもね、ひかがカレンちゃんとかに混ざっても時間にきっちり行くと思う。あ、ひかはもうピッって感じ、きっちりきっちりタイプ。いや、なんかさ、なんだろうね、怒らしちゃうかなって思っちゃうの。やっぱ仕事とかにしてもそうだし、仕事は絶対遅れないけど、うん、こんだけ仲良くなかったら多分しっかりすると思うけど、うん、相手にやるな。でも1時間も遅れようとしたことはないけどね。ありがとう。気づいたら、気づいたらじゃないんだよ、マック食べたんだよ。電車乗って行ったら何時に着けたんだよね。事前に調べといてお願いだからね。そう、ご飯食べに行く前にマックでポテトとナゲット噛んで食べてたんです。しっかり食べてるやん。めっちゃお腹空いてたの私は。そう、お腹空かせめっちゃ早く行く。ね、ハッツめっちゃ早いよね。え、カレンも早いよ。あ、でも、うん、なんかホテルとかの時にバス乗る時は早かったからね。ハツが一番最初に乗るようにしてた。ね、ヒカルもめっちゃ早いから。そう、なんか次くらいに行ったり。ヒカルがいるか自分が一番最初から。で、一番最初に乗って。一番後ろの四人後ろに座るとこの一右に座るのが痛い痛い痛い。で、誰かいるかな。お、いる、ハッツだ。大体ハッツ。あそこ大好き。っていうね。ヒカはね、一人席が好きだった。なんかさ、二人とかでなんか仲良くないとは言わないけど、あんまり喋んない子とかと座っちゃうと、うん、なんか気使っちゃうかなって、逆にお互い、ね、そうだから一人、自分は一人のところの方がいいんだなっていう。とかね、一番後ろって決めてた。最近もう乗らないよね、車両乗ることなくなったよね。乗らない。やめて。Do you know JK-48? Yes. え、はい。なんか知ってるか。うん、そう。
そうなんだよ。逆にギリギリ来る人って誰だと思う？よくちゃんかな。うん、時間ギリギリだなぁと思っていい人。なんか集合時間のギリギリ着く電車乗るの怖くない？怖い。てか何があるか分かんないじゃん。遅延してるかもしれないし。10分前には絶対着くようにしてるけど。そう、しかも10分15分前には着くようにあの時間考えて、プラスそこからあの家と か, なんかホテルとか出るのも早くなるから、そうそうそう、逆に1本前とか行ってる。巻いてる。だいたい巻いてもっと早く着く。そう、20分25分になるんだよね。待つ、待つ。だーだーてったった。新幹線絶対的窓派。新幹線あんま乗れないけど、まあ、窓絶対 窓。なんか通路側にいてさ、こうやってなった時にさ邪魔になりそう。しかさ一回さ、ね、3人席のさ真ん中座ったんだけどさ、うん、寝づらくてだんだんね体下に落ちてる。なんか一番無理だよね。楽な体勢を求めて、本当にいっぱい人がいすぎて取れなかった時しかさ、いやひかね、そういう時ね、なんか空いてる時間まで待ったりする。あの、あ、時間によって空いてたりする場所もあるじゃん。しかもそういう時に限ってさ、隣の人めっちゃ肘出してこん。しかもさ、キャリー持ってるじゃん大体。申し訳ないんだよね、トイレ、あ、すいませんみたいな。コンサートとかもあるよね。よく飛行機間に合わないからもう帰るみたいな人いるもんね、コンサート途中、うん、あるよね、仕方ないよね。でも、うん、飛行機も基本窓、うん、窓側が一番好きよ、みんな、みんなそうそう、うん、しかね、窓側でこうやって寝てるか、あ、夜だったら開けてずっと窓の外見てる。あ、わかる。え、開くの？開く。なんか、もともと開いててなんていうの、窓みたいなあるじゃん、でなんか下げれるの、なんか、下げれるようになってて、その何、あの窓を実際開けるわけじゃないよ、うん、あのなんか、あ、あのカーテンみたいなやつ、あ、そうそうそう、下げて寝てるんだけど、あーとかも開けてるわ、夜は。昼はね、日焼けするなと思って閉めちゃう。あ、そう、しかも朝とかは日焼けするから絶対開けない。そうなんだよね。でもなんかこういう風に考えるようになったのも、あ、一応芸能人だなって思う。あ、そう、声聞こえるね。うん。うん、ジェキディフォテイト、イズミンマイカントリー、ホープユーキャンミートゲゲイン、オーケー、イエスイエスイエス。会うこと、え、また会うことができるって言ってる。なんかまた、まあ、会ってほしいってこと、ね、会ってほしい多分。いや、もうなんかしか分かんない英語がすごいね。いや、私も分からない英語。分からない。キャリーパムカモン、でも初めのは分かるわ。さあ、チューパラで私の国のなんか、まあ、希望だね。早速始める。あなたは会うことができる、再び直訳。ハートです。私あの時ラジオでいただいたスタバのカードを使うべくスタバに行きたいなってずっと思ってるんですけど、明日お仕事あるの忘れてた。何あれ、あれ一緒、リモート、あ、リモートか。明日だよね。そうだ、え、あ、そう、あ、そうだ、来てたわ、来てたわ、そう、ありがとう、思い出させてくれて。いや、思い出して明日結構時間あるな、18とか思ってたの。あ、そうだ、8って言ったのとね。しかもだからその行けるかな、その前になんか、そう、明日やるやつちょっと起こそうかなとか思ってたんだけど。リモートってさ、そんなじゃない、一瞬で終わる。うん、終わる終わる、頑張って。すごいな。え、なんでパンチされたの。めっちゃ久しぶり。おお、65点ね。おーって言ったくせに点数低いんだけど。ダダ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 、面白い話しちゃう。始めてから1時間55分経ったって。おどうする、終わる。そうそう、ランキング読んだらぴったりくるじゃない。じゃあ平のランキング読みます。おーい、はい、13位ソルキチ、アットヒカチューブ、32位谷口ロキ、31位 WY、 あと影の守護神、30位ずっと R7S、 あとダブルモモカオシさん、
9赤髪の山、あたひかチューブ3、8ランタン3、7位さとちゃん、6位ひかる2、忠実な中堅有効、あたひかチューブ3、5位ラブカーナット、ボケてなんぼの人生です3、4位フジッピ、あたひかチューブ3、3位さっさ、マーヤン3、2位オニール大佐さん、1位ユート、あたひかチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ランタンさん、オニール大佐さん、キュピー、ありがとう。フジッピさん、谷口ひろきさん、サルキチさん、キュップリキュア、リュウタロンロンさん、ユウタさん、ミハイパーさんです。はい、多分呼ばれてない人もいるので挙手制でお願いします。じゃあ私が先に LINE を読ませていただきます。じゃあいいですか、タイム。13位アトムアキラさん、アトムアキラさん、ありがとうございます。12位ゆうちゃうさん、ゆうちゃうさん、ありがとうございます。ゆうこさん。11位あやかんハートさん、あやかんハートちゃん、ありがとうございます。プニッツさん、ありがとうございます。10位どうや、赤髪の山さん、ありがとうございます。ラブカーナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位ジュンヤさん、ジュンヤさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位おかきさん、おかきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位ほうかとまく、ただはつみちゃん、香港ブンブさん、ほうかさん、ありがとうございます。他にいらっしゃいませんか。6位ちまさん、ちまさん、ありがとうございます。ちまさん、ありがとうございます。5位わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。わさっぴさん、ありがとうございます。いろいろ声がかぶってる。スイカさん、スイカさん、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。そして3位は体力が、さっさ、あ、かまくまちゃん、ありがとうございます。マーヤンズさん、さっさの、さっささん、ありがとうございます。さっさん、ありがとうございます。そして2位はエースのペアとマークゆえさん、エースのペアさん、ありがとうございます。ヒカチューブのみっけ、ありがとう。1位はまさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。以上です。あ、手を締める、ありがとう。お尻が痛いぜ。こんなに長くて、おしゃれかもしれないですね。ね、今は3時前くらいかな。13位そうね、多分30、2時半過ぎだと思う。12位ジュンさん、ありがとうございます。38分になって、ありがとう。星の大王さん、ありがとうございます。10位マボロシさん、ありがとうございます。9位モモカンさん、ありがとうございます。ちょっとしか見えなかったけど、お疲れ様、ありがとう。お配信大きに。ただの HP が下がってるって。違う、下がってはない。眠って、いや、いや眠いってことは HP 下がってるな。眉毛の3人って言われた。確かに眉毛凛々しいよね、みんな。さ、最近さ、ここがさ、短いの。ありがとうございます。いや、なんかさ、わかんないけど、気づいたらさ、細くなってさ、私これ何も触ってないのにめっちゃ凛々しくね。でもカレンちゃん一番凛々しいか。そう、眉毛見せて。綺麗よ、反応。ありがとう。めっちゃ、これからはお昼のタイムじゃない、練習タイムだ。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 そうだね、確かに。ギフトもたくさんあります。鼻がかゆいです。そう、わかる。そう、今私本当に物欲が半端ないんですよね。あるよね。でもさ、なんかそれがさ、過ぎ去るとさ、別に何もいらないやってなるな。何もいらないってなる時あるよね。いや、私今もうマジ、まずズボン欲しいでしょ、ジーパン欲しいでしょ、サンダル欲しいでしょ、めっちゃテンパーがやばいわ。で、カラー診断したいでしょ、ピアスもワンチャン開けたいでしょ、超下から美容室で前髪矯正、肝矯正したいでしょ。あー、やりたいことさらけじゃん。あー、赤髪の山さん、ありがとうございます。よく起きれましたって。Of course, I'm waiting。 そう、しかもね、物欲、食欲半端ない。あ、そう、ギターも欲しいの。うわー、高いな、ギター高いよな、うん、はい、ということで、今何分だろう、39分くらい、40分に終わりたい。すごいな。あ、40分なった、ね、あ、大丈夫、40分なって、ありがとう、教えてくれて。はい、ということで、皆さん見に来てくださってありがとうございました。それでは、あ、ショールーム、インスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。それでは、またね。またねー。ということで、頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。またねー。イエイ。ありがとうございました。3、2、1、ファイア。3